コソ練してたら元プロが現れてバッティングめっちゃ教えてくれました。惜しい。ありがとうございます。ちょっとどうしたんすか。えらい硬いやつ女。なんとそこにいたのは元プロ野球選手の井出翔太郎さん。現役生活15年、外野手としてもレギュラーからスーパーサブ代打としても活躍した素晴らしい選手です。で、実は先日野球人が集まる焼肉屋さんビーフマンにてお会いしておりまして、いつか一緒にバッセン行ってくださいとお願いしてたら本当にいきなり来てくださいました。悪いとこだらけだったと思うんですけど私。いやいやいや、そんなこと全然。ただ惜しい惜しい惜しい。なるほど。ひとまず井出さんのスイングを見せていただきました。2.5 はできない。2.5 って何ですか。バッティングのリズムって1、2、3のリズム、はい、あります。1、2、3、はい、俺 2.5 が大事だと思う。 2.5 1、2、5。あ、5でここにまだいるんですね。はい、ここ1、2.5。 いいバッターというのは 2.5 の部分が同じ形してる。井出さんの言う 2.5 とはいわゆるトップの形。そういえば昨日の私と兄貴との対戦でも思い切り外の変化球空振りました。気づけば球を見極める間がなくなっていました。1、確かに確かに、そんな個性的に、はい、こんな出してもらって、はい、で2までも個性的に2でこの足を1回にこうなったらみんな一緒ですね。ここが例えばこの状態で、はい、まだまだこの辺にあるとか、はい、もうここにあるとか、はい、してる選手っていうのは誰だろうっけ。こういうのが動きで、こっちの後ろの軸足の、はい、この足すごい、はい、こういうイメージ。これがたけるさんとか球が止まって見えるとか、はい、ああいうのはここでボールを止まらせる。ここが自分が止まる動く人っていうのは球が止まれない。この動き、膝の動き、はい、これに前の足がこうつく、はい、これがライト足こうだ。はい、確かに。これがやっぱティーバックスグリとかティーバックスとか、はい、こういうの球で動いてしまってるってことは、はい、本番試合の時とか、はい、もっと気持ち前に打ちたりしたりとか、はいはい、俺らも若干前に試合になった、はいね、この意識があっても前に行く、その 1.5 倍は前に気持ちに行くから、あえて大げさに止まっておく、止まっていく。練習でも極端にやったら練習、はい、うん、これで試合でちょうどいいところもある。練習で移動してる人っていうのはもっといっちゃう頭が。なるほど、もう変化球やられます。さらに 2.5 のトップを作るコツが膝にありました。ここに膝を置き忘れてるんです。え、一緒にこうついていくんじゃなくて、はい、置き忘れてる、はい、すごい置いて、そっからでも
体重移動をかけるわけですね。そう言って、あ、ちょっと変化球抜かれてしまったなって時は、はい、抜かれてしまったなって時は、わあ、のれ、そこからでも勝負。普段とじゃあまっすぐと変化球の打つ時の違いです、ちょっとその移動の仕方が変わる。もちろん変化球は泳いで打つ。4種類かやっぱ、はいはい、コースで張るタイプ、球種で張るタイプ、配球読んで、あと北方の打つタイプ、はい、北方の打つタイプ、小さい方の、はい、しかできない。配球読んでもしスライダー来るかなと思って、スライダー本当に来たら、本当にスライダー来たと思って反応がワンテンポ増える。こういう僕みたいな。なるほど、はいはい、もう来た球で反応するしかない。天才だ、そんな風に言ってみて。甘いまっすぐ来たらドーンっていう感じですかね。一方私はトップを作る意識は持とうとするものの、よく差し込まれる癖があります。タイミングを取るのが下手です。そんな選手への改善点も聞いてみました。ドンピシャでタイミング合わせる人っていない、はい、どこで調整してるかっていうと、はい、ここの部分で、あ、ちょっと早めに取ってしまったなと思ったら、はい、この時間で調整、あ、ついていく、うん、あ、ちょっと遅くなったなってパッとついていく、はい、これが下半身が弱い人だと、はい、その調整ができない。全部同じですね。はいはい。下半身の使い方してしまって、はい、差し込まれたら差し込まれっぱなし。はい。前に行ってしまったら前に行っぱなし。ちょっとのこのゆっくりのここで我慢したり、パッてついたり。っていう調整ができてない。そこがタイミングの取れなさなのかもしれないですね。そう。結構、すごい差し込まれたりしてた。はい。ああいうのを。そうですね。基本的に早めに取って、はい、このスピードゆっくりこの調整をする。はい。いかがだったでしょうか。改めて基礎的なトップの重要性、そしてタイミングの取り方を教えていただきました。さらにスイング軌道についても面白い話をしていました。このボールの軌道に合わせたこういうスイングで当たる確率高い、はい、ね、軌道に入れていくやつです。そう、上から叩くとこの1点しか当たらない、はい、こんな感じでポイント10個ぐらい一気に詰め込んでいただきました。また後日ご紹介します。ちなみに井出さん、普段は子供から大人まで野球指導をされているそうです。興味ある方、概要欄にリンク貼っておきますので見てみてください。アッパレグッズが新登場です。胸に刺繍が入った2019年春モデルのパーカー。野球はもちろん通勤通学、デート、筋トレ、買い物、外食、お花見など、どんなシーンにも不思議とマッチしてくる究極のアイテム。他にもグランドで使えるプレジャンや新たなキャップ入荷しております。チェックしてみてください。